では2020年度早稲田大学商学部英語長文学問を解説したいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成してますので一緒に勉強していきましょう学問を解説し始める前に英語長文読解で抑えるべき3つのポイントについて解説します一つ目が英文を読まない考える二つ目が作者問題作成者の意図を組み取る三つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文に取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので英語、英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文の得点をすることができます。 ポイント一つ目、英文を読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現で動かして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるっていうのは因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することをここで考えるというふうに言っています。二つ目が作者問題作成者の意図を組み取る。 英文読んでると、バットとかハエばとか、逆説の後って作者の主張がえやすいんですよねで、そういう作者の主張になる部分が、説問になりやすいんですよね、なので、作者問題作成者の意図、主張を汲み取ることが、正答率の向上につながります。 3つ目が、英文は抽象から具体に進む、第1段落の1文目って結構、英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いんですよね。で最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文っていうのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので、同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと、でそこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。 そういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう攻略手順ですがもちろんさっきのポイント三つを意識してもらいながら 英文は読みませんので、単語をピックアップしていきながらメインテーマを掴んでいきます。でここで言っている単語というのは別に難しい単語である必要はなくて、皆さんの知っているレベルの単語で十分かなというふうに思います。それから話の展開を類推すると。類推した話の内容が正しいかどうかを確認する。これがステップ3になります。なので、まずメインテーマを掴むと。で、メインテーマが掴めたら、あとは類推確認。ステップ2、ステップ3。これの繰り返しによって英語条文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます。 それでは早速見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので単語をピックアップしていきます。でピックアップすべき単語というのは私マーキングしていますので、お手元に過去問がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語というのは英単語で意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語をここを見て、ね、ステップ2、ステップ3、これを、あステップ1からステップ3ね、えー、ハメインテーマをつかむ、それから話の展開の類推移確認、これをやっていこうということになります。 はい。で、早速ね、今回、あの説問があるんですけれども、まあ、ここはね、最初なんで、まあ、わからないですよね。だから、あもう飛ばすしかないんです。あの、さっきも言った通り、ポイント3ですよ。大切なのは。あの説問で大切なのは、ポイント3です。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しなんです。だから、あの話っていうのが、その、middle-age and ポ l e people 以降も、同じ話が繰り返されてるんです。あの内容が具体化されてるだけなんですよ。ここ、ちゃんと、ポイント3を、 ちゃんと認識できている人は、あの説問は非常に簡単だと思いますし、逆に認識してできていない人は、他の選択肢と迷ってしまう。なんかこれもありそうだな、これも別に言ってそうだな、みたいになってしまうんですよ。ちゃんと英文は抽象から具体に同じ話の繰り返し、これめちゃめちゃ大事だから何度も繰り返しますけど、これをちゃんと皆さん認識しておいてください。はい。それを認識した上で見ていきましょう。ね。えー、ピックアップ、単語していきましょうということですが、 えっと、その前に、ね、日本語書いてあるじゃないですか。A ですよね。の質問で。これ日本語で書いてあるから、これ大ヒントなんですよ。だから、ここでまずね、メインテーマってどういう話になるんだろうなっていうところを類推していきたいわけですよ。これステップ1ですね。メインテーマ掴んでいこうということですけれども、でたとえ座っていることが立っていることや歩いていることによって中断されたとしても、そのリスクが残った。つまりこれ何が言いたいかっていうと、座っていることが マイナスだ、リスクがある、マイナスだってことですよね。ここちゃんとつかんでください。だから、こういう話が、座っていることが、まあ、どういうマイナスがあるのか、リスクがあるのか、今の時点では分からないですけれども、なんかよく分かんないけど、とりあえずでも座っていることがマイナスなんだ。これが、なんか、 あの英語長文ね本文の中で書かれてくるんじゃないかってことをこれこの時点で類推できるはずなんですよ。それ類推できるとあともう楽ですよ。はい、えー、ピックアップしながら見ていきましょうか。最初のとこらです。A middle-aged and older people who live,、uh, celebrate lives, are up to two and a half times more likely to die early. 早死にするリスクがあるって言ってるじゃないですか。これがリスクですよね。A の説問のところで言われてる。早死にする可能性が2.5倍になるっていう。これですよね。セェルダー・オレ・レイですね。座っていることがね。ね 早ににするリスクにつながるもうこれじゃないですか、はい。ということですよね。だから、最初に A のところから見ておくと非常に簡単なんですよっていうことです、ね。日本語、中とかもそうですね。日本語で時々書いてあることあると思うんで、その時も最初に中の日本語から見るようにしてください。ね、メインテーマが何なのか。 ね、英語長文の中でどんなことが書かれるのか、最初に類推して情報を入れてから英語長文取り組んでください。ね、難易度が全然違ってきますよ、それをやるだけ。はい、ということです。で A の質問は、ね、これ並び替えの問題だと思うので、これは文法の問題なので皆さんでやっておいてください。A の質問行きましょう。この時点でもう A は解けると思います。なのでさっき言った通りり、ね、ポイント3ですよ。同じ話の繰り返しなんです。 あの後何が書いてあったんですか座っていることがマイナスだしのリスクを高める。だからそれを選べばいいじゃないですか。あもう同じ話ですよ。絶対的にされてるはずなんですよ。だって同じ話の繰り返しなんだから、抽象から具体に、ね。だから座っていることがマイナスだって言ってるのはどれなんですかもう一つしかないじゃないですか、選択肢。 これは B ですよね。sitting still for nine and a half hours and there is the risk of e a ですって言ってるじゃないですか。もうこれしかないじゃないですか。もう間違いようがないんですよ。ちゃんとポイント3を知って,る知ってればね。認識してれば。っていうことです。はい、いいでしょうか。 次の段落いきましょう。はい。ライトアクティビティ出てきました。ここは新しい情報ですね。新しく出てきたワードなんで、ここはマーキングしておきたいです。新しい情報はマーキングしたいですよ。はい。The l i g ティ a c t まあ、Such as cooking or rushing u p とか言ってますけど、could help reason the risk これはつまりプラスなんですよ。リスクを減らす。つまり、軽い運動っていうのはいいことなんですね。やっぱり座っている、つまり実態 している、ね、運動をしてない、じっとしていることがマイナスなんだ。この関係性をこの時点でちゃんと掴んでおいてくださいね。 この対比関係です、座ってるのがマイナス、ねえー、動いてるのがプラス、この関係性、もシンプルにこの関係です。この関係性つかめれば、あとはもうずっとこの関係性の同じ話の繰り返しです。はい、見ていきましょう。はい。Regular Physical Activity 次出てきましたね。これはいいことなんですか悪いことなんですか当然いいことですよね。死のリスクをどうですか減らしますか増やしますか当然、減らしますよね。で、類推できたら、もうあとは今、ステップ2ですよ。類推したから、あと確認、ステップ3していくだけ。 はい、やっぱり、なです5、ね、times less likely to die early。はい、やっぱり、なってことです Not physical activity に比べてと、こういうことですね。 で次、段落見ていくと、The Study からですね、はい、研究をなんかしてますと、調査してますね。で、ここも説問があるわけですけど、ここはちょっと頭を使わないと難しいですよ。はい。Nearly 1番、a ダルトエイジ e 2番 and older. Participants had an average age of 3番 and were referred for an average of just under 6 years, during which time 4番 died って言ってるんで、 年齢が入るはずですね、これね。はい。年齢が、まず2番と3番に年齢が入ってくるんですけれども、説問の、これ、選択肢見ないと難しいですね。はい。62歳か40歳が入るわけですけれども、これ、よく考えてくださいね。2番は、つまり、何と何歳以上の人を、つまり、調査のね実験の対象にしたってことですよね。で、その結果、アベージ、平均的な年齢が3番になったって言ってるんですよ。 ってことはですよ、これ。例えばですよ、2番に62歳、3番に40歳を入れたとすると、これ、62歳以上の被験者を集めました。で、その平均年齢が40歳だった。これって日本語としてどうですかこれおかしいですよね。で、62歳以上の人を集めるというなんで平均年齢が40歳になるんですか そんなバカな話ないですよね。40歳以上の人を集めて、その平均年齢が62歳だった。これなら分かりますよね。だからこういうことです。だから2番が40、3番が62ですね。だからここはちょっと頭使って考えなきゃいけないんですよ。ね、英語直文、本文の中にヒントはあんまりないんです。これ、はい、でこ,こをちょっと考えてくださいと。選択肢から考えてくださいってことですね。で、1番とじゃあ4番がどうなのかっていうと、はい、1番はつまりこれだけの分母の人を 集めたとでその結果死んだ人が4番でしたって言ってるんで1と4の数字はどっちの方が大きくなきゃおかしいんですかこれは当然1番ですよねな。これだけの分母を集めた中で分子が死んだ人が4番だったってことですからね1と4の数字の大小の関係を考えれば1番の方が大きくなければいけないので正解はこれ B が正解ですすねはいになりますここはねちょっと頭を使う必要があります。 だから英文読んでると、英文読んでるとダメなんですよねあの。英文は読まない。考えましょうって言ってたのは、こういうことです。ポイント1で言ってたのね。はいえー、次の段落いきましょう。で、えーまあ、いろいろなんかアクティビティの種類が出てくるんですよね。ここら辺に。ライトインテンシティとか、モデレイトアクティビティ、バグラスアクティビティ。3種類出てくるんですけれども、まあ、運動の強度ですね。の話をしているということです。 で、えー、次見ていくと、any level of physical activity. はい、来ましたね。だから、light, それから moderate, various. ね。すべてのステージのアクティビティにおいて、lower risk of early risk. まあ死のリスクを減らしたと、プラスだよって言ってるだけですね。これ、まあ同じ話の繰り返しじゃないですか。ね。えー、で、次の三濁見ていきましょう。はい、ですで、い、e、が来てるんですよ。as total activity increase. はい。total activity in, activity の時間が長くなったら、 死ぬ確率はどうなんですかこれがいいですよ。死ぬ確率は減りますよね。ここちゃんと考えてくださいね。だってアクティビティをやったら、ローラーリスクアブアーリーですなんですから、ね。です、死ぬ確率減るんですが、これ、いいは簡単ですよ。というか、いいができてないっていうことは、これ、英語長文本文の話がよくわかってないってことですね。はい。なので、これは、いいは A ですね。 えっと、フェロスティープリーですね。落ちるわけですよ。はい。ということです。で、次の e 以降を見ていきましょうか。えっと、Right intensity activity for about five hours day, それから m p a r e d to various activity for 二十四分 a day, has the most health benefit. まあこれも新しい情報なので、一応ね、マーキングしておきます。で、次の段落いきましょう。five times as many deaths among the 25% of レイスタックティビ、そうですよね。はい。まあ。 運動する人と運動しない人比べたら、5倍もその死亡率に差がありましたよということですね。まあ、これもまあ言ったら同じ話の繰り返しですね。はい、なので次の段落いきましょう。でえ次がマーキングしているところ、セデントリー・ビヘイバー・アンド・ファンド・シティング、ね。はい、座っていることを、9, 9時間半も座っているんですよ。これどうですかってここでステップ2ですよ。話の展開の皆さん、類推です。 10時間半も座ってたらどうなんですか死亡する確率は増えるの減るのって言うと当然 増えますよね。だからそういう内容が来るんじゃないですか。ステップ3、はい、確認していくと。Higher risk of e a です。はい、やっぱりなってことですよ。で、次また見ていくと。10アー u アーデ day sitting。これも当然悪いですよね。163% higher risk of dying って言ってますね。もう当然ですって感じじゃないですか。だから英文読む必要ないんですよ。もうこの辺読み流していけばいいんですね。類 確認、ステップ2、ステップ3、これの繰り返しをすることによって、英文全部読む必要がないんで、速読につながりますということです。はい。で、次の段落いきましょう。で、また何か研究してるのかなはい。リサーチしてますと言ってますけれども、Higher Levels of Total Physical Activity、ねえー。アクティビティを、まあ、たくさんしてるということですが、ローはありますね。はい。Intensity ンン。つまり、強度に、これはローですね。 選択肢を見ると、強度に、まあ強度3種類ぐらいね、もう前の段落ですでに出てきてましたけど、強度に要は、かかわらず良かったじゃないですか。ね強度にかかわらずえ死ぬ確率をね、死亡する確率を減らしてたじゃないですか。だからこれは、regardless of D が正解ですよね。はい えー、ということです。まあ、これも同じ話の繰り返しですね。はい。ローワーリスクと言っています。はい。もうこの辺の段落はもういいですね。全部すっ飛ばして、まあ読み流すぐらいでいいと思います。同じ話の繰り返しです。ね。同じ話が繰り返されてるところで、そんなにマッキングする必要ないんですよ、ね。もう皆さんもう分かりきってるじゃないですか。 はい、で設問のある最後から2番目の段落ぐらい行きましょうか。歯のところですね。They are right.The、uh, clean current message seems straightforward.Every step counts and even light activity. はい、light activity することはどうなんですかいいことなんですか悪いことなんですか当然いいことなんですよね。だから歯に入るのはプラスですよね。プラスのワードが入ってくる。そうすると、どれですか もう一つしかないですよね。これは歯はは。A ですね。ベネフィカル。はい。利益があると。もう当たり前の話ですよね。もうね。はい。で、次の段落いきましょう。2の周辺ですか。If we want to be healthy. ね。健康になりたい。それから、and。これ、並列の関係ですね。when we grow older. ね。年を取ったときに、要は健康な状態でありたいってことですよね。はい。なので、そういう意味のものはどれですかってなると。 これは少し頭使いますね。インディペンデントです。年、まあ、を取ってもね、一、えーまあ、人でこう独立して、えー、ちゃんと生活できる、ね、ようにしたいと思う。車椅子とかじゃなくて、ちゃんと、ね、普通に歩ける、ねえー。そういう上健康な状態でいるためにはどうしたらいいかって当然運動をするっていうことですよね。はい、もうあと同じ話の繰り返しかなと思うんですやめあ。これ以上ね、えー、ご長文見るのやめますと形です。 もう設問も全て解けてますねはい今回以上になります問いの4番設問の4番は皆さんでねやっといてください文法の問題ですはい以上になります、えー、もう一度ね真っ直な過去問自分だけで解けるかどうか確認してみてくださいあの勉強というのは他人の思考プロセスを自分のものにするものですので解説動画と同じ考え方動き方ができるように頭に擦り込むようにしておいてくださいそれから他の大学の過去問に関しても再生リストの方に大学別でまとめてますもしよろしければ